こんにちは。お疲れ様です。ナミさん。今日も動画を送っていただきましてありがとうございました。ブログを書くっていうテーマね。やっぱ継続することの難しさっていうのが最もあられるのがブログなんじゃないかなと思いますね。いや私ね、ツイッターをね、またなんとなく始めるようになって、結構続いてるんですよ。まあ、もちろんツイッターって発信するばかりじゃなくって、人のね、コメントに、あのツイートにコメントするっていうのもありますけども、そうするとね、 やっっぱ特定のの人とツイッターの関係てて出てくるんですよ、ね、まあそこからそっか自に引き込むのか FX にするのかそれとも私の方がね何かサービスを求めてその人のところにアプローチするのかそれは変わってきますけどもやっぱりね一つのね一定の信頼関係ができたのはまあ確かだなと思いますねブログってその趣味が現れやすいのかなって私見てるんですけども、うん、であのお相手の方からすると私がねやっぱ検索するみたいなんですけどもわっすごい有名な人なんですねって言われると ちょっとね、嬉しいのと、あ、もしかしたらみたいな気持ちになってきますね。継続って本当にこういう風な副次的な効果があるんで、私もね、これからも継続を目的にするわけではありませんけども、結果続いちゃったみたいなね、大好きなことを発信していこうかと思います。さあ、それで、ナルト美術館のことなんですけども、そう、NFT についてね、私ね、随分理解が進みましたよ。 まずは AI アートってのがあるじゃないですか。AI で自分のアートをどん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 作っていくってことなんですけども、これがね、すごく面白い。あの、基本的には、どんなイメージなのかっていうふうなタイトルを入れるんですよね。例えば、デザート、砂漠って入れるんですよ。砂漠って入れて、あとは都市の,あの写真ですか。サンプルの都市の写真をポンと埋め込むんですよね。そうすると、そのキーワードとイメージ画像を組み合わせて AI が無数に 画像を作ってくれるんですよ。それがね、なんとも幻想的でね、私好みのやつが結構できるんですよね。で、こうやって組み合わせられた AI の画像っていうのは、別にシリーズでできるわけでもなくって、継続性や関連性があるわけじゃないんですよ。100枚作られたとしても、その100枚に何の関連性もありません。それぞれが個別の単なる1枚の絵なんですよね。そこで完結してるわけなんですよ。ですんで、画像がポンと出て、 ちょっと気に入らないなと思ってね、それをね、タッと捨てるとするじゃないですか。そしたら二度とその絵には出会えないんですよ。だから、思い出せば、あの絵がもう一回見たいなっていうのはな、もう通用しないんでね、そういうふうな刹那の貴重さっていうのはあるなというふうに感じたりとか、あ、なるほど、これは確かに AI アートに魅力を感じる人がいるのもわかるなっていうふうに、だんだんね、見れば見るほどその世界がわかってきました。 だから芸術ってものが分かったとまでは言いませんけどもこれは分かるような気がするなっていうふうに私の思考は進んできましたねでそこに NFT が裏付けされてその NFT アートっていうのが誰でもマーケットプレイスに出品できるわけですよでそう考えていくと多くの方が偶然作った AI の画像その中で自分が作った中で気に入るものがないけども誰かが作ったものの中にこれだってものがね見つかる可能性ってあるんでこれは楽しみですね あの、人物側もできるんですよ。ですんで、ちょっとね、動画でね、あの、どんな AI アートを私が作ってきたかっていうのを、また、日々出していこうかと思いますので、あ、これに NFT がついて販売されるんだっていうふうに受け止めていただければいいのかなと思います。まあ、その入り口として、NFT 美術館の館長さんがいらっしゃって講演をするっていう機会がね、9月17日に、はい、新潟の方であると思いますんで、これ、続報が出せると思いますんでね、あの、ご都合が合うようでしたら、 ぜひ参加してみてください。それではありがとうございました。よろしくお願いします。